キム村上大喧嘩事件ですね。なんかいつも通りキムいじりみたいな雰囲気になって、うん、キムの返しって1いじりに対して3、4返しで相手がクッてこうちょっと食らうぐらいまで返すっていうのがキムの持ち味なんですよ。村上ちゃんがチクってやられた分ちゃんとこうストレスは溜まってってたんですよ。そうですね。村上ちゃんがキムが着てた、はい、鬼塚タイガーの T シャツ首元をにーしてキムの鬼塚タイガーの T シャツがオフショルダーになったんや。いやキムさん私なんかごめんなさいみたいな謝ってくれて、はい、でキムもなんか知らんけど俺も村上に認めてもらえるように M1 頑張るわっていう抱負みたいなこと言ってて